から初夏にかけてのこの時期、電力会社の頭を悩ませているのがカラスです。今は巣作りのシーズンですが、意外な理由がありました。今日、鳥取市で中国電力の作業員が行っていたのが、カラスの巣の撤去作業です。繁殖期を迎え、3月から6月にかけて盛んに巣作りをしているカラス。こちらでも高さ14メートルの電柱の上に作られていて、作業員が2人がかりで慎重に取り外していました。こちらが今回撤去されたカラスの巣なんですが、木の枝のほかにも紐などが混じっています。カラスの巣には木の枝のほか、ハンガーなどの金属が見つかることも。雨で濡れた枝や金属が電線に触れると漏電し、停電を引き起こす可能性があるのです。鳥取県内では今年度に入ってから23件の停電がありましたが、そのうち5件はカラスの巣が原因だということです。中国電力でも対策を講じていますが、カラスの巣を作りにくい器具をですね、金物につけるようにしております。ただ、つけたところのすぐ隣にまた作ったりということがありますので、ちょっといたちごっこが続いているような状況でございます。中国電力は停電を防ぐため、巣を見つけた場合は最寄りのネットワークセンターに連絡してほしいと呼びかけています。